それではホームカターレ富山メンバーを紹介してまいります。スタメン予想フォーメーションでご覧いただいています。 3-1-4-2 で予想しています。ゴールキーパーは西部、ディフェンスは八木下、林道、戸根、アンカーの位置に姫野、ウイングバックは右音泉、左が安藤、2列目中は花井と椎名、そして2トップで大野と吉平と予想しています。サブのメンバーはご覧の通りです。今瀬がメンバー入っています。第8節以来ということになります。今瀬が戦列に戻ってきました。アウェー岩手グルージャ盛岡メンバー紹介してまいります。スタメン予想フォーメーションでご覧いただきます。こちらも3バック 3-4-2-1 で予想しています。ゴールキーパーは土井、ディフェンスは小野田、牟田、脇本、2ボランチ石井と増田、ウィングバックは右が今日は有永を起用してきました。そして左は中村大輔、ワントップブレンネルで2シャドウモレラトとシカマと予想しています。今日は有永をスタメンで起用してきています。サブのメンバーはご覧の通りです。ゴールの前だ、どうだ、キーパー守る、花井からのボール、元が花井からボールを奪っていてというところですが、もう一度富山のボール、椎名左サイドオーバーラップして安藤中へ入れてくる、ヘディング、八木下のヘディングはキーパーナイスセーブ、ドイ、イメージしているプレーがどれだけ今日はここまでできているのか、大野、八木下から花井、姫野、中にボールが入る、これはチャンスになるか、富山守りました。岩手スタートしています。ブレンネル、モルラト前を向く、2人入ってくる、左足のシュート、わずかに枠の左抜けていきました。遠藤と椎名、背中が見えているのは13番しかま、岩手の壁は3枚というところでしょうか。インドを蹴っていった、決めました、先制カターレ富山、セットプレーから林道、今シーズン2点目です。同じような形で岩手は壁を作っています。もう一度林道、今度は防いだ、ドイ、さすがに続けて決められるわけにはいきません。ドイ素晴らしいフリーキック、また前線にボールを運んでいきたいところです。岩手ここはしかし奪い取った、高橋、外から姫野、中には高橋がいる、一旦下げてシュートまで持っていけるか、安藤、姫野ここから打ってきた、ゴールキックになります。富山は奪っては奪っては、長いボールで前線にボールを送り込んでいきます。後ろからブレンネル、ブレンネル今日はもうフルで出場しそうだ、ブレンネルの前がコースができるか、いやこれはキーパー1対1になるか、守った、守りました、
ぐーんと巻いてきた、キーパー弾く、エリアの外だ、高い位置に岩手は選手が残っている。ファーサイドに流れるゴールの前、ニアサイドシュートまで持っていけるか、シュート決めきれませんでしたが、またコーナーキック、最後は小野田でしょうか。さあもう一度コーナーキック、ファールになりました、岩手の選手にファールがありました。ここで試合終了。富山逃げ切りました、まさに逃げ切ったという感じ。決勝点は林道、フリーキックからのゴール直接決めています。